ジオン今日何すんの？シクちゃんがつけたいって言うからこれつけるんでしょ。いや自分でつけろっつうんだよな。じゃとりあえず今日もなんかやってく。そうだね。ああ、すごい綺麗じゃない？このメーターとか。うん、すごい綺麗だね。これね、全部バラしてね、全部塗り直したんだよ。すごっ。すごいでしょ。うん、これハンドルも今回これにするみたいよ。26パイかな。まあまあちっちゃい、ね。うん、でまあこれがね、今回つけるさ、このワークスベルのラフィックス2だっけ。うん、それにさ、これが必要なの。そうそう、これ作ってもらったんだよね、ワンオフで。これを作んないと、うん、ここにこうこうつながってつく感じ。うん、これも塗って綺麗でしょ。うん、すごい上手いね。だけど塗ってくれって言うんだもん。自分で塗れって言うんだよ。まあ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 いい感じでしょ。うん、ね、結構この角度がね合わないんだよね。そうなの。うん、少しここ調整しながらこうこの角度合わせてさ、うん、やってあげないとつかないね。そうなんだ。つかないっていうか、この隙間側のクリアランスが違うっていうのこう斜めになっちゃう感じ。うん、難しいよね。そうだね。俺ばっかやっててもしょうがないからさ、うん、ジオンがやんなよ。うん、このハンドルさ取れるの、うん、ジオン大好き。まあ、ハイエースについてるからね。うん、うん、しくちゃんもなんかハイエース見たらさ、なんかつけたいとかなったんだよね。じゃあ自分でつけろよって感じだよね。どう？六角持ってくる？うん、うん、じゃあハンドルもくっつけていっちゃうよね。うん、このこれか、これこれが真ん中だから、うん、これに合わせて合わせてこうか。あ、これだな。これでネジ入れちゃって。うん、かっこいいな、ね。うん、あとはその真ん中のホームボタンだよね、ここね。うん、何がいいのかね。うん、ももハンドルだからももでいいと思うんだけど。どう、難しい？ちょっといいんじゃないの。まああとで六角で締めるからある程度入ってればいいよ。いいね、これ、ね、これモモの、うん、ゴーカート用。ゴーカート、ゴーカート用なのかな。なんかもともと穴開いてないんだよね。うん、それをさ開けてもらってさつけれるようにしたんだ。いや、これもうかっこいいんじゃないの。ね、ね、ジオンホームボタンもしてよ。とりあえずマーシャルのあったもんね。うん、どう、つけてみて。どう、ついた。おー、めっちゃいい。いいね、なんかかっこいいね。うん、じゃつけてみようか。つけてみよう。ジオン入れてみなよ。うん、まっすぐ刺して、そうそう、でガチャンと。ほんと、そうでしょ。すごっ、やったことねえもんね。うん、入っとった。ちょっと頭邪魔だよ。うん、うん、すごいいい感じだね。うん、でこれ取るのさ、うん、今度このなんだろう、このボタンを押しながら、うん、これをここを引き上げんのよ。うん、おお、うん、できるじゃん。ちょっとまた刺してみ。ん、まっすぐまっすぐ、そんな硬くねえだろ。あ、そう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 、いいね、すごい。ちょっとそのメーターとかもつけてさ、外出してみようか。そうだね。うん、つけてみて。
お前じゃねえかよ。全然さっきと違うね。めちゃくちゃうまくなってる。いいね。ほら中もさ、フロアマットもほら新品にして、バケットシートもついて、ハンドル周り綺麗になっちゃったから、うん、俺もしくちゃんに何か一言言った方がいいんじゃないの。しくちゃんかっこいいんじゃないの。そうだね。あとは後ろをロールバー入れたりね、うん、あといろいろまあお楽しみってことで、うん、まあ今日はこれで終わりだね。